三菱重工神戸造船所で、太平洋型潜水艦3番艦の進水式を行われ、神芸潜水艦が誕生しました。今回は、この神芸、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで、充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は、水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも、気になりますよね。源泉を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、太平洋型のネームシップで、1番艦の太平洋を就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、神芸と命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる神芸だが、この艦名は、漢字では、新クジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、太平洋型の2番艦の枠芸は、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも、一年に、一隻の新造と、収益のサイクルを遵守している、ことも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた、潜水艦隊22体制の構築は、一番艦の、太平洋が収益を迎えた、2022年3月時点で、予定数に到達しているため、今後は、前々級の親潮型が、順送りに、退役を迎えると考えられる。もともと、16隻体制から22隻体制へと、中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた、海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下では、さらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと、想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を、建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から、生み出されている状態である。今回の、神芸は、三菱重工業者の神戸造船所が、建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国で、こうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば、売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、太平洋型3番艦の神芸だが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。太平洋型は、基本的に前級となった、そう、
流型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、太平洋型は、双流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、双流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。太平洋型の推進方式は、双流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS ユアサ社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造された太平洋型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、太平洋型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与しているとめされているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、太平洋型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合岩の機関を搭載する前級の双流型の後期の2艦の速力は水上13ノット、水中18ノットほどとされており、太平洋型もこれと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に原子力推進を採用している原子力潜水艦が軒並み水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに太平洋型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型よりはるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は速度においては顕著であるため、日本もいずれは攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という、二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も、視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、
自国に必要な数以上の建造はすぐには困難なようだ。その上で、さらにオーストラリアは島嶼群を除いて自国内での建造を前提にこの計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで建造にアレルギー反応を示すような風潮は以前と比すれば減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアは航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。防衛省がイージス艦へ、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型の搭載を想定しているとの情報をキャッチしました。今回は、このイージス艦への、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型搭載を詳しく見ていきますね。丸三式改良型と、SM6 で開発急ぐよ。日本で2020年6月にミサイルのブースター部分の落下地点の制御が困難なことを理由として急遽配備の中止を決定されたのが陸上配備型のミサイル防衛システムのイージス・アシュアだったが、そこに至る経緯も注目を集めていた。そもそもイージス・アシュアは海上自衛隊が8隻のみを保有している貴重なイージス護衛艦をミサイル防衛というピンポイントの任務から解放し、その他の様々な防衛任務にも柔軟に対応させる意図が含められていた。そのため、イージス・アショアの配備の中止が確定した後には、これをどのように代替するかの検討が行われたが、最終的には、イージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇を新規で2隻建造することが決定された。ミサイル防衛の専用とはいえ、艦艇型となれば、陸上配備型のイージス・アショアが利点として打ち出していた人員確保の点や、本体のメンテナンス等の点で、イージス艦よりも容易に行えるとされた利点は、若干霞んでしまった感は否めない。しかし、その時点で、他の複数の代替案と比較、検討を重ねた結果、専用艦の心臓を上回る合理性を持つ案はなく、先に挙げたイージス・アショアの利点の継続はならないものの、
心臓肝案が代案として採用されるに至った。そんなイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇だが、主兵装にはアメリカ製の SM6 の搭載が有力視されており、同ミサイルのどのようなバージョンとなるのかは未定だが、中核戦力として期待されている。ただし、こうしたイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇に対し、今年2022年の夏場以降には、これまでに述べてきた SM6 以外の兵装を組み込むことについても、大手のマスメディアが報じるなど、再び注目を集めている。まず、8月17日に読売新聞で報じられたのが、現在、陸上自衛隊が配備を行っている、一二式地対艦誘導弾の能力向上型を搭載するという案であり、大幅に射程距離を伸ばした同兵器によって、いわゆる敵基地攻撃能力を付与するとするものだ。昨今は、いわゆる敵基地攻撃能力という表現は、その文字の持つ攻撃という響きや、さらに、それが、専守防衛を旨とする自衛隊の兵装として、適切ではないとの判断もあってか、与党、自民党の一部から出された反撃能力という言葉に置き換えられつつある。ここでは、そうした言葉の定義について言及することは避けたいと思う。が、本質である、一二式地対艦誘導弾弾の能力向上型は、第一段階としておよそ 900km、最終的には、およそ 1500km の射程距離の獲得を目標としている。一二式地対艦誘導弾の能力向上型を開発に従事してしているのは、オリジナルと同様に三菱重工業者であるが、すでに、令和4年度の防衛白書にて折りたたみ、形式の主翼を備えた同ミサイルの画像が掲載されており、実用化が近いことを伺わせている。こうして、一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルの地対艦という、プラットフォームと用途に限定されず、艦対艦型や空対艦空、対艦型など多様で、複数のそれらに対応する兵装となる見込みであり、今後の日本の対艦兵器の主流となるのだろう。現行で、陸上自衛隊が配備を行っている。一二式地対艦誘導弾は、最大でも、その射程距離は、およそ 200km 弱と見られているため、南西諸島等の防衛には、少なからず、複数の島々に分散させて配備しておく、必要がどうしても生じている。これが、能力向上型に進化し、先に挙げたような、飛躍的な射程距離の延伸を実現できた際には、たとえ地対艦型だったとしても、従来以上に配備する場所への自由度が高まり、南西諸島の防衛には、これまで以上に効果を発揮するだろう。そして、8月23日に、読売新聞は、さらにイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇には、昨今、中国やロシア、北朝鮮が配備を進めている極超音速兵器への対処も、可能とすべく、03式中距離地対空誘導の改良型の搭載も検討されていると報じた。03式中距離地対空誘導弾は、自衛隊内では、中ザムの略称でも呼ばれている兵器であり、三菱電機が製造を担う。ミサイル本体を6発を1組として、核型の発射塔に収め、これを、装輪式の車両の後部に搭載して垂直発射にて運用を行う。この03式中距離地対空誘導弾は車載型であるために機動性に秀でていることは当然だが、搭載しているのはアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーであり、攻撃目標の探索から追尾、そして射撃管制までの三役を担う。03式中距離地対空誘導弾のアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーは、最大で100個の個別の目標を探知し、その中から12個までの目標を追尾して、
攻撃を行うことが可能であり、航空機のみならず、各種のミサイルの迎撃に対処できる。こうした特性を有する、マル三式中距離地対空誘導弾は、射程距離に関しては、非公開なため推定上の数値とはなるが、これまでの陸上自衛隊の演習時や、アメリカでのミー、テストの状況からは、およそ 60km は、下らないと考えられている。マル三式中距離地対空誘導弾は、2010年から2016年にかけて、初期費用を抑えつつ、より低高度を飛翔する敵ミサイルや、より高速な目標への対処能力を向上させた、マル三式中距離地対空誘導弾、改善型へと進化し、2017年度予算から、調達が始められている。そして、2020年より、ロシアが配備するイスカンデルミサイルのような、変則的な軌道で飛翔するとされる弾道ミサイルへの対処能力を付与するため、さらなる改良を施す開発が続けられており、2023年から2027年頃の実用化を目指している。こうした、マル三式中距離地対空誘導弾、改善型のサイドの開発は、ミサイル本体、および、射撃管制装置に対して行われる見込みであり、搭載するレーダー等の高出力化も含めて、日進月歩の敵ミサイルの進化に対応すべく行われている。ただし、ついに、開戦から半年を経過したロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍は、ウクライナへの攻撃に、イスカンデルミサイルを投入したが、ウクライナ軍が持つ旧式の S-300 地対空ミサイルで迎撃されたとの報告も伝えられている。この事実が示すものが、ロシアのイスカンデルミサイルの実力が、同国が喧伝するほどには、迎撃が困難ではないのか、S-300 が、思いのほか高性能なのかは、判然としておらず、断定的な判断を下すには、まだ情報不足だと感じられる。話を、日本のイージスシステムを搭載する、ミサイル防衛専用の艦艇に戻せば、SM-6、1-2式地対艦誘導弾、弾の能力向上型、そして、マル三式中距離地対空誘導弾、改善型の進化版と、複数の用途のミサイルの運用が推定される状況にある。こうなってくると、当初のイージスアショア大対策としての存在を超えて、もっと拡張された用途に用いられる可能性が増したということなのだろうが、そこには、国産での VLS、垂直発射艦の開発も同時並行で行う必要が生じるのだろう。この国産での VLS、垂直発射艦の開発は、今後、海上自衛隊の潜水艦への対地攻撃用の兵装の実装にも、転用が見込まれると思われ、自衛隊が持つ兵装の汎用性を強化することにつながっていくものだと期待したい。航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用、空対空ミサイルを、アメリカ政府が、売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回は、この空対空ミサイル AIM-120、アラーム、について詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、
日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機が、アメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代と言われる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は、2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し、半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて、2022年7月25日にアメリカ政府は、同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回、アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは、総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームは、その中でも C 型と呼ばれている形式のものだったが、今回の報道では、細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは、現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、射程距離では C 型の約 105km から D 型では約 180km まで延伸されているという。日本では F-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である、一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空、対空兵装として、国産の99式空、対空誘導弾を配備していたが、F-35 ライトニング 2A 型では、これへの統合が困難である。それは、完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾は、これに収めることが困難な大きさであり、これまでも未対応という経緯がある。ちなみに、AIM-120 アラームの C 型は、直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53kg、弾頭重量が 7.31kg であると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が 220kg と、全長こそ近似であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾の、これまでの調達価格は、1機あたり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して、単純比較は難しいものの、今回の、AIM-120 アラームの4分の1程度である。当初 F-35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、99式空対空誘導弾を同機に統合することは、C
若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同期を進めた上での還元だったという側面が拭えない。AIM120、アラームを製造するレイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は自社の AIM-120 アラームを販売することが最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく開発が行われている。日本は、このスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに2014年からこれに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、99式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM-120 アラームに対しては半分以下の。これが、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは未だ判断できないが、少なくとも AIM-120 アラームほどの高コストにはならないという見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM-120 アラームが日本にとって高額とはいえ、F-35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが近年では数少ない実戦での使用で、成果を上げている点が大きい。AIM-120 アラームは1992年12月に同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンがイラク空軍の MIG-25 と対峙し、そう、機械開管制機との併用で見事これを撃墜する戦果を見せている。 AIM-120 アラームは現在のロシア・ウクライナ戦争で、個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後に、すぐに、破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120 アラームは、本体の先端部分にレーダーを内蔵することで、アクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120、アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれない。
アメリカ海軍も視察するほど興味を示している US-2 飛行艇が海上自衛隊に8機目の納入との情報をキャッチしました。今回はこの8機目の US-2 救難飛行艇を詳しく見ていきますね。それは、そうと救難飛行艇としては世界最強なんです。海上自衛隊では、この2022年5月24日に製造元である新明和工業から通算で8機目にあたる US-2 救難飛行艇の引き渡しを受け、同隊の岩国基地にこの機体は配備されることとなり、今後の日本での海難救助活動に従事する。US-2 救難飛行艇は、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさを誇る世界でも、最大規模の飛行艇であり、時速は最大で約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km に達する。何といっても、US-2 救難飛行艇の最大の特徴は、離水距離が 280m で、着水距離が 330m と、圧倒的な短距離着水が可能な点で、着水可能な波の高さも3メートルと、世界の飛行艇と比しても、最高の性能を実現している部分だろう。これは、世界9カ国で採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇でも、離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルであることを考慮すれば、いかに高性能であるかは、議論を待たない。しかし、US-2 救難飛行艇の場合には、海上自衛隊以外に採用例はなく、その少数生産の絡みもあって、1機あたりの製造コストは、およそ120億円超と高額であり、おいそれと、海外の見込み国に購入を決断させる額だとは言い難いのも事実だ。US-2 救難飛行艇の有力な輸出先だと、これまでも複数回にわたって報じられてきたのがインドであるが、同カテゴリーのロシア製の B-200 飛行艇は、大幅に性能では劣るものの、1機あたりはおよそ75億円とリーズナブルである。もともと、ロシアから複数の航空機を調達しているインドからしてみれば、単純に金額的な点は、元より、運用に際してのアフターフォローも重要であり、そうした部分からも、これまで、付き合いの長いロシアの優位性は、高いと思われる。ただし、今後は、今年2022年に発生した、ウクライナ戦争の影響で、西側諸国からの経済制裁の続く、ロシアの航空業界の生産能力は、著しく低下する恐れもあり、B-200 飛行艇にも、そうした問題が発生する可能性は少なくないだろう。それでも、インドは西側諸国に歩調を合わせた対ロシア政策は言っておらず、行き先を失ったロシア産の原油を購入すると独自の路線を選択しているため、価格面を含めて折り合いがつけば、ロシアとの取引を躊躇するとは考えづらい。US-2 救難飛行艇は、その外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプト自体は、1976年から2017年まで運用された全モデルの US-1 飛行艇を踏襲したものとなっており、こちらも同様に新明和工業が手掛けた機体である。ただ、この US-1 飛行艇も独自に開発された機体ではなく、1970年に当時の海上自衛隊が採用した PS-1 という対潜哨戒用に新明和工業が製造した飛行艇がベースになっており、そこから派生したものだった。US-1 飛行艇は、その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、
機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であったが、この方式は、すぐに陳腐化してしまった。当時、世界の対潜哨戒の分野で、最先端を行くアメリカ海軍では、1968年に初飛行させた、ロッキード社の P3C 対潜哨戒機において、その機体から、透過するその V 式の潜水艦探査手法を実用化し、これがすぐに標準なる。そのため、海上自衛隊では、US-1 飛行艇の調達を23で打ち切り、1981年にアメリカ海軍に倣って、ロッキード社製のP3C 対潜哨戒機を導入する運びとなり、同機は、日本では、川崎重工業者がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達された。ちなみに、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P1 哨戒機を2013年に正式採用しているが、2020年度末においても、P3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上している。また、ここで P3C 対潜哨戒機を代替することとなった川崎重工業社製の P1 哨戒機だが、四方を広い領海で囲まれた日本ゆえに、調達予定数は70機前後に達するとめされており、2020年度末で、すでに29機が運用されている。B1 哨戒機も、日本政府の武器輸出の規制緩和を受けて、海外への販路の開拓が模索されているが、候補とされた大半の国々において、アメリカのボーイング社製の P8 哨戒機が採用されており、やはり、海外輸出の壁は、厚いのが実情だ。さて、US-2 救難飛行艇だが、BS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発されたことは、前述した通りではあるのだが、製造元である新明和工業は、これらにつながる飛行艇を、太平洋戦争まで開発、製造を行っていた経緯を持つ。新明和工業の前身の企業は川西航空機であり、この川西航空機は、錦太艇の通称でよく知られている、錦大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入しており、そこで培われた技術、ノウハウを継承している。錦大型飛行艇は、太平洋戦争期において、大型飛行艇における、世界屈指の性能を誇る、名機として語り継がれており、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に、時の大日本帝国海軍での正式採用を勝ち取った。菊原静雄技師は、この錦大型飛行艇以外にも、川西航空機において、大日本帝国海軍の局地戦闘機として、巧妙な試電及び試験会を開発した設計技師で、日本の航空機製造に、多大な足跡を残した人物として記憶されている。錦大型飛行艇が開発されるに至った経緯としては、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れが大きく影響しており、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造を、この間の軍縮条約等で規制されたことが起因している。ここで、大日本帝国海軍は、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によって、アメリカ海軍と対峙する構想を打ち出し、長大な航続距離を持つ、陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から、叩く戦術の実現を志向した。もともとは、あくまで、大型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を、
運用可能な飛行場の確保が困難だった。そのため、飛行場を使用せずとも海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発が行われることになり、これに応える形で川西航空機が送り出したのが97式飛行艇であり、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されるに至った。この97式飛行艇は、国産初の量産された4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手され、1940年12月に完成したそれが、1942年に正式採用され、二式大型飛行艇となった。二式大型飛行艇は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となり、時速は最大で約 470km、航続距離はおよそ 8200km にも達し、兵装として最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だった。現在、海上自衛隊護衛艦加賀の大規模改修工事も中盤に差し掛かり、F-35B 戦闘機艦載のための甲板や格納庫の改修が進んでいるとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀や出雲での F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきますね。桁違いの排気熱は1800度に達するのか。2022年の時点で、海上自衛隊に就役中の艦艇中、最大の規模を誇るのが、ヘリコプター搭載型の護衛艦出雲、型の1番艦、出雲、2番艦、加賀、の両艦であり、海外での艦種は、もともとヘリ空母に分類されることが多い。海上自衛隊においては、世界の通常の海軍では、コルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲、型のような艦艇まで、すべて一括りに、護衛艦と呼んでいるが、内部では出雲、型には、DDH という艦式号が与えられている。DDH は、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦式号であり、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は、DD、最新鋭のもが、身型は、FFM など、その艦艇の用途と性格を表す記号だと考えてよいだろう。太平洋戦争後の日本では、自衛隊は、軍隊ではないという、大いなる建前のもと、自衛のための最低限の実力を備えた組織と定義されており、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも、それを是認してこなかった経緯がある。これまでの憲法に照らしての解釈を見た場合に、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、自衛隊が航空母艦を保有することについては、絶えず政治的な反対がつきまとった。現在の日本政府の見解でも、あくまで、自国が保有を禁じられているのは、攻撃的な航空母艦であって、
防御的に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという立場を堅持はしているが、正直すっきりとはしない。しかし、出雲、片護衛艦2隻に、固定翼機である F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする改修を施すことは、事実上の航空母艦化であり、まあ、これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷を感じざるを得ない。出雲、片護衛艦の登場が、二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きかったのではないかと思え、マスメディアや野党からの反発も、非常に激しいものになっていた、可能性が高いだろう。出雲、片護衛艦の航空母艦化が、そうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた、安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が、危機意識を抱いていることの裏返しとも思える。1991年に、自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は、日本の最大の仮想帝国であり続けていたが、この崩壊で長年続いた冷戦構造に、終わりが訪れたかと思いきや、代わりに、2000年代からは、中国の海洋進出という、新た脅威に、日本は直面する。中国海軍は、黄海、東シナ海、南シナ海と活動領域を順調に増加させており、2012年に、一隻目の航空母艦、遼寧を皮切りに、2019年に、二隻目の、山東を就役させ、今年2022年には、三隻目の、福建も進水させてきた。これら中国海軍で、未だ実戦配備された、正規の航空母艦は、山東、一隻のみとはいえ、すでに、練習用の航空母艦として、運用が続けられている、遼寧も西太平洋に進出して、軍事演習を行うことが可能なほどに、その勢いは増加している。こうした中国海軍の海洋進出への危機感が、仮に有事となった場合、南西諸島では、沖縄の那覇にしか、使用可能な滑走路を確保できていない、自衛隊としては、別の手段で、航空戦力を投射する方向を模索する、必要に迫られたのだと思える。折しも、アメリカのロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代戦闘である F-35 ライトニングには、そのラインナップに、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでおり、同機の存在も、出雲、型の航空母艦化を具体化させた。日本では、この F-35 ライトニング2B 型を、現状では、総数で42機調達する計画が進められており、通常時には、宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、任務の必要に応じて、航空母艦化された出雲、型に艦載される手はずとされている。出雲、片護衛艦は、一番艦の、出雲、から、先に、航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは、2020年3月から、2021年6月にわたって、定期的なメンテナンスのタイミングに合わせて、第一段階の改修工事が行われた。ここでの、出雲、には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンの排気熱に対する、飛行甲板の耐熱強化を中心とした改修工事が行われたが、これは、同艦が、これまで、回転翼機のみを運用用する仕様となっていたためだ。これに加えて、出雲、では、F-35 ライトニング2を、全天候の環境下でも、安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた、出雲、は、現在、一旦、通常の任務を行うべく現場復帰している。出雲、の2回目の改修工事は、2025年3月頃から、行われると見られており、そこで現在は、艦を上空から見た場合には、
先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅されることが決まっている。この飛行甲板の拡幅工事は、現状、基本的に垂直離陸、着陸のみを行う回転翼機では不要であった拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するためのもので、その運用効率の向上が目的である。出雲、片子鋭艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で、同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーンエリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の発艦装置を設ける案も検討されていたという。近い出雲型は、艦首部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式の発艦装置を設置した場合には、艦そのものの重量配分が厳しくなると判断され、F-35 ライトニング 2B 型の運用効率が下がることは織り込み済みではある。一方、2番艦の加賀は、2022年9月現在は、ちょうど、1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の内容に加えて先んじて、飛行甲板の先端の拡幅工事も行われる予定であり、2023年度までの実施が見込まれている。加賀の2回目の改修工事は、2026年度から行われる予定とされており、完成自体は、先に2度目の改修工事を終える出雲から終了することとなるが、艦内部の格納庫等の区画の割り当て関しては、並行して検討を行うという。これには、先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機の運用に、最新の注意を払う姿勢が伺える。出雲型は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m の艦体を持つとはいえ、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と見られており、本来的に航空母艦と呼ぶには、決して多くはない。また、出雲、片子鋭艦が、中国海軍の潜水艦の活動を抑えるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒、能力としての回転翼機を、一度に運用可能な艦艇であることを考慮すれば、その航空母艦化は、手放しでは喜べない側面もあるだろう。海上自衛隊イージス艦のマヤと、ハグロの迎撃試験が、ハワイ沖で行われ、また、ハグロどちらとも、迎撃試験成功との情報をキャッチしました。今回は、この海上自衛隊護衛艦マヤと、ハグロを詳しく見ていきますね。今回の迎撃試験は、新しい迎撃ミサイルシステムを搭載しての迎撃試験でした。やはり、MS-6 の性能は確かということがわかりましたね。北朝鮮よりも、中国の方がビビっているかな。
もう、すでに、多くの方の記憶には、2022年の始まりの印象は、薄れているかもしれないが、日本にとっては、北朝鮮によるミサイルの多数の発射に念頭からさらされ、安全保障環境が大いに脅かされる形からスタートした年だった。さらに、北朝鮮は、韓国とアメリカとが合同での大規模な軍事演習を行った2022年秋より、再び各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を活発化させ、これまでの歴史の中でも、最も多い発射数を更新することとなってしまった。アメリカが大型の原子力航空母艦のロナルド・レーガンら空母打撃群まで朝鮮半島の軍事演習に投入したのは実に2017年以後は初のことで、北朝鮮が核実験を再開する可能性を危惧し牽制を行ったものだった。2022年11月時点では、北朝鮮が核実験を再開するまでには至ってはいないが、アメリカや韓国が合同軍事演習の慣行によって、北朝鮮の動きを制止できたかといえば微妙であり、むしろミサイルの発射を促進した感すら拭えない。これは、アメリカや韓国の合同軍事演習の挙行を無駄だと非難しているわけではなく、ロシアから、ミサイル技術の取得を進めた北朝鮮は、その戦力を、これまで以上に、威嚇に使用する姿勢を強めたと見るべきだという意味である。日本にとって、北朝鮮は、通常戦力での戦闘が想定されるような相手ではないが、盛んに、開発と発射を行っているミサイルは、核弾頭が搭載可能で、しかも、その飛翔精度が、完全ではないだけに、不慮の事故が発生する可能性もある。そうした状況にあって、日本のミサイル防衛はといえば、2020年6月に、陸上配備型のイージス・アショアの配備が、ブースターの落下制御ができない問題が浮上、急遽、その導入が中止されるなど、先行きが不透明となっていった。この導入が中止されたイージス・アショアに代わって、配備が行われることになったものが、同兵器より、レーダー等をそのまま流用するイージスシステム搭載艦の2隻であり、一時期は、相当な巨艦となることが報じられ、物議を醸した。結局、この時に一時的に報じられた巨艦のイージスシステム搭載艦も、その案は、撤回され、現行のイージス護衛艦らと、同様な規模艦で新造する方向に、落ち着きを見せ、ある種の安堵感を感じさせたと言えるだろう。現在の2022年時点で、海上自衛隊は、イージス護衛艦としては、就役した順番で、金剛型を4隻、アタゴ型を2隻、そして、最新鋭のマヤ型を2隻、つまり、合計で、8隻の艦艇を保有、運用している状態となっている。これらの中で、最新鋭のマヤ型の2隻、1番艦のマヤと2番艦のハグロが、2022年11月16日から21日にかけて、太平洋のハワイのカウアイ島の沖合にて、弾道弾迎撃用の SM-3 ミサイルの発射テストに成功したことが報じられた。実は、そもそも、日本の海上自衛隊のイージス護衛艦が、2隻揃って、こうした迎撃用の SM-3 等のミサイルの発射テストを実施したこと自体が、初の取り組みであり、北朝鮮の動きを睨む中では、久々に明るい話題だと思える。今回の、マヤと、ハグロのマヤ型イージス護衛艦の弾道弾迎撃用のミサイル発射テストには、ステラー、ミオーなるプロジェクト名称が付されており、その名に恥じぬ成功で終了したことは、実に感慨深い。まず、11月16日に行われたテストでは1番艦のマヤがアメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して VLS 垂直発射艦に搭載した SM-3 ミサイルのブロック 2A と呼ばれるバージョンを発射し、その迎撃を成功させた。続いて、11月19日には2番艦のハ
カグロが、同様にアメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して、VLS、垂直発射管に搭載した SM-3 ミサイルのブロック 1B と呼ばれるバージョンを発射し、その迎撃を成功させた。今回、マヤが発射したブロック 2A、ハグロが発射したブロック 1B と呼ばれている形式の、おのおのの SM-3 ミサイルは、いずれも、大気圏外で標的を捉え、見事に迎撃に成功しており、想定された通りの成果を示した。さらに、11月21には、これまでと同様に、アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して、まず、マヤが、レーダーセンサ類を用いて、その標的を捕捉、その情報を、ハグロに連携し SM-3 ミサイルのブロック 2A で対処するシナリオが試された。この最後のテストでは、実際には、ハグロから SM-3 ミサイルのブロック 2A の発射は行われず、あくまで発射に至る工程が、シミュレーションが行われた形ではあったが、これも、想定の通りに機能したと、報告されている。最後に行われたこのテストは、弾道弾の捕捉を行う艦艇と迎撃を行う艦艇とが、別の、いわゆる EOR、エンゲージオブリモートと呼称される内容であり、股間ごとに目標を探知し、迎撃を行うより、さらに高度なオペレーションが求められる。当たり前の大前提ではあるが、地球は、丸いために、時間のみのレーダー等による標的の探知範囲は、水平線に遮られて、どうしても限界が生じるが、EOR、エンゲージオブリモートの機能を使用することで、飛躍的に迎撃可能範囲を広げることにつながる。EOR、エンゲージオブリモートでは、迎撃ミサイルの発射のタイミングのみでなく、発射後の標的に対する命中させるまでの誘導までも、時間以外の優遇戦力による制御が行われ、SM-3 ミサイルのブロック 2A は、この機能を前提に設計されている。そもそも、SM-3 ミサイルとは、短、中距離の射程を持つ敵の弾道弾を艦艇から迎撃する目的で開発された兵装であるが、その開発は1999年まで遡り、実際に発射テストが初めて行われたのは2006年の6月のことである。ここで用いられた SM-3 ミサイルが最初のバージョンのブロックIAであり、これは短距離弾道弾、および一部の中期より、弾道弾までは迎撃対象としているが、大陸間弾道弾等については、探知と追尾は、可能でも迎撃能力は、備えていない。よって、以後のバージョンである、ブロック 1B においては、まず、すべての中期より、弾道弾まで迎撃対象を拡大し、続くブロック IIA では、限定的とは言いつつも大陸間弾道弾にも対処する能力が付与されて、現在に至っている。この SM-3 ミサイルのブロック IIA であれば、具体的に北朝鮮が保有しているミサイルでは、準中期より弾道弾とされるノドンや、中距離弾道弾の火星12号あたりまで対処は可能と考えられるが、それ以上の大型の弾道弾の迎撃は困難である。まあ、北朝鮮がアメリカに対抗する上では、その本土までも、十二分に射程距離に収める大陸間弾道弾の完成と配備を、市場の目的としているのだろうが、そうした種類の弾道弾に対しては、日本周辺からの迎撃は、未だ難しい状態ではある。さらには、中国が配備を進めているディフェンダー17のような極超音速兵器を北朝鮮も開発中止めされており、こうした新種のミサイルは、現行の SM-3 で対処する範疇から外れているため、新たな迎撃手法が模索されていると中となっている。そもそも、こうした迎撃すべきミサイルが、
日進月歩で進化していることを抜きにして、現行のミサイルの迎撃を主眼に置いたとしても、日本がミサイル防衛用に常時配備しているイージス護衛艦2隻で対処可能な数には限界がある。日本のイージス護衛艦は1隻あたりで金剛型が90セル、アタゴ型トマヤ型が96セルの VLS 垂直発射艦を装備しているが、これらすべてに SM3 を実装したと仮定した場合でも、つまり192発が物理的な最大数となる。実際には他の対艦攻撃用、対潜攻撃用等のミサイルも VLS 垂直発射艦には搭載していると考えられるため、これよりも少ない数で敵からの飽和攻撃は成功する可能性があり、そもそも全てを迎撃すること自体が困難なことは言うまでもない。